ステータスバーまたはステータス業は一般にグラフィカルユーザーインターフェースにおけるウィンドウの最下部にある情報表示領域である場合によってはさらに細かく内部が分かれていてそれぞれの領域に異なる情報を表示するそのウィンドウの現在状態に関する情報を表示するのが主目的だがそれ以外の機能を備えたステータスバーも存在する例えば ウェブブラウザではクリック可能な部分があり、セキュリティやプライバシーなどの情報をポップアップ表示できるものが多い。数は文字ら、Firefox のステータスバーの一例である。テキストユーザーインターフェースでもステータスバーは存在し、通常80文字25行の画面の再下行がそれに使われる。これをステータス行と呼ぶ。 アプリケーションの現在状態を表示するとともに、キーボードショートカットとも連携する。スや EMAX がよく知られている。ステータス業は30年以上も使われてきた。これは、補助的メッセージを規定の領域に表示することで、メッセージを画面中央にポップアップして、そのポップアップが重要な情報を隠して見えなくしてしまうのを防ぐという意味があった。ポップアップは、 注意を喚起するという意味があるが、ステータス上でもハイライト表示や色をつけて表示することで情報をブロックすることなく注意を喚起できる。コンピュータゲームでもプレイヤーのヒットポイントやスコアなどの情報を画面の最下部に似たような形式で表示することがある。これもステータスバーと呼ばれる。ソフトウェア開発においてはステータスバーは GUI における部品を使って実装される。 ステータスバーには以下のような利点と欠点がある。ありがとうございます。